じゃあ、これですね。ゴガバイトデータベース。結構ひびく。ゴガバイトデータベースの 2.18 っていう新しいバージョンで、5月に出たバージョンです。ちょっと、台湾の最初のグエンのスピーチが長引いて、僕の枠が減ったんで、ちょっとクイックになりますので、ちょっと細かいところまで振り切れませんけど。ヨガバイトのデータベースは今、ステーブルっていうのと、プレビュー。前はちょっとレイテストっていう言い方を知ってたんですけれど、安定版ですね。安定版って言ってるのは基本的に我々の商用製品、ライセンスで売ってる、あるいは我々が製品にサポートしているものが、このステーブルバージョン。だいたい2.18 って言ってるもの。18とか偶数のものについては我々もその製品対象、サポート対象になっているものによります。で、今回の 2.18 というところで出てきたハイライトとしては大きく3つありまして、1つが、冒頭もあったと思うんですけれど、ヨガバイトっていうデータベース、リレーショナルデータベースとしてやはり皆さんにどんどん使っていただきたいと。あと先ほどの笠原さんのセッションもそうですけど、ポストグレスの互換性も非常に高くなっておりますので、そこのところをどんどん追求していこうと。で、なるべくポストグレスとして使っていただく、あるいはリレーショナルでデータベースとして使っていただくにあたって、いろんな、ワークロードが動くようにするっていうところが一つ大きな課題になってて、そこの拡張が一つあります。あとは、やはり先ほどのね、斉藤さんのセッションにもありましたけど、データベースというと今までオンプレミスの環境とか、仮想マシンというところから徐々に Kubernetes というものも対象になって、それがテストというか本番環境で利用されている方々も日本でもだいぶ増えてきております。そういうところもあってですね、この Kubernetes 対応というところを一つ強化しているところもあって、それが形になってきているところも一つ 2.18 の大きなポイントになっています。あともう一つは、どちらかというと、弊社のライセンスのヨガバイトエニウェア、ヨガバイトデイビーエニウェアっていう製品での拡張が多いんですけれど、皆さんがもしセルフマネージドっていう形で、ご自身の環境でデイビーアザーサービスみたいなものを実現したいときに便利な機能、そのあたりの拡張というのが3つ目にありました。はい、ちょっとクイックにちょっと話をしていきたいと思います。まず最初のワークロードのところですね。で、ちょっとこのレベル感がバラバラになってしまうんですけど、ちょっと次。じゃあもう一個次いっちゃいましょうか。さっき水島さんの方ですね。で、ちょっと最初のこの様々なワークロードっていうところで、ちょっとポストグレス周りのエンハンスメントについてご紹介したいと思います。まず最初はですね、コロケーションテーブルですね、コロケーテッドテーブルとか言ってますけれど、こちらの、基本的にヨガバイトデータベースは、データ自体を分散する。ここにあるように、通常ですと、この左側にあるように、例えば皆さんがテーブルを作りました、オーダーテーブルっていうものを作ると、タブレットっていうものに対してデータがこう、分割されていく、いわゆるシャーディングっていう形でデータが分散していくと。で、これはこれ分散システムのメリットを出せるんですけれど、一方でやっぱり複数のノードに対してデータ操作が発生してしまうとですね、場合によっては比較的小さいデータを格納するのにちょっと余分にデータを使ってしまう、あるいはデータ領域を使ってしまうということもあって、なるべくこうコンパクトにしたい。あるいは例えば複数のテーブル、ここでも今4つイメージとしてテーブル書いてありますけど、比較的ちょっと小規模で、かつ例えばそれぞれが例えばジョインとかで参照し合うようなケースがあった場合にですね、なるべく同じタブレットにあった方が効率的がいいよね。あるいはポストグレスでは基本的にシャーディングはしてませんので、どちらかというと例えばポストグレスでのパフォーマンスとかを継承したいようなケースの場合は、このコロケーションというものが非常にこう、うまく働いてくるんじゃないかというところで、この機能が、プレビュー版としては既に出てたんですけど、今回 2.18 で正式に GA となりました。これ最初の、それこそクリエイトクラスターという形で、クラスターレベル、もしくは、
実際のデータベース操作だと、クレートデータベースというレベルでまず設定してもらって、あとは例えば、クレートテーブルの時のオプションとして、このコールケーテッド、トゥルー、フォルスみたいな形にすると、皆さんこう自由にテーブル自体をコールケーテッドするかどうか選べるので、結構柔軟なデータ管理ができるようになると思います。じゃあ次ですね。あと、もう一つはコンパクションっていうところで、これは圧縮っていうよりかも、ユガバイトの中ではデータが最終的には SSD ファイルと呼ばれているファイルに落ちていくので、それ自体をバラバラとファイルが増えていくことを防ぐために、コンパクションという操作をやります。でそのコンパクションの操作っていうのは、通常ですと普通、敷地を設定していただいて、そこを入れるとコンパクションが働いて、よりデータの収容効率が良くなったりするんですけれど、お客さんとか皆さんもあると思いますけど、多分ワークロードとして突然コンパクションが走ったりとかすると、やっぱりちょっともっさりした感じが出てくるとか、あるいはちょっとその負荷が想定されるような二勤帯で、ちょっとコンパクションが起こってほしくないみたいなケースに、ちょっとスケジューリングすることができるようになってきたりするので、このあたりもそのデータベースとして安定稼働するときに必要な機能としてリクエストがあって、ここも新しい2.18 のバージョンで GA として出てきておりますと。あともう一つがですね、最後はプッシュダウンの機能ですね。で、これももう一つそのパフォーマンスっていう意味では非常に期待される機能になってます。で、今何でもかんでもプッシュダウンができるっていうわけではないんですけれど、でここにあるような、特定のケースにおいてですね、通常以前も説明があったと思うんですけど、クエリーレイヤーとストレージレイヤーっていうものが、ヨガバイトの中では2つのレイヤーとしてコンポーネントがありますけれど、クエリーレイヤーと基本的にクライアントに対するデータ操作を返すわけなんですけれど、よりそのデータが実際格納されているのはストレージのレイヤーになるので、やはりデータ操作そのもの自体はストレージレイヤーになるべく渡した方がいいっていう概念で、プッシュダウンというこの概念がございます。でこれはクエリーの内容だったりとか、実際にそのデータ操作にもよると思うんですけど、コンセプトとしては、その実際にデータがあるストレージレイヤーでなるべく処理をさせた方が効率的になるよねっていうコンセプトで、いくつかここにあるようなケースの中で、徐々にそのプッシュダウンという形で、クエリーレイヤーで全部やらせないで、ストレージレイヤーでやらして、でそれを結果をクエリーレイヤーに返すような形にして、よりその高速化を図っているような機能になって、これが 2.18 で。GA、デフォルトでオンになっているような形になっておりますので、このあたりもぜひちょっと見ていただければと思います。実際、オープンソースっていう意味ですと、非常に多くのエンハンスメントがあるんですけれど、ちょっとまずこの3つが、ハイライトとして、挙げられているようになりますと。で、続いてなんですけれど、Kubernetes 周りのエンハンスメントですね。ちょっとここ全部話しきれないですけど、オープンソースとしてはニューフューチャーはこれ全部あるので、このまではご説明できないですけど、またちょっとなんか次回があったら、機会があったら紹介できればと思います。じゃあ次お願いします。Kubernetes についてですね、Kubernetes そのものっていうよりかも、やはり Kubernetes の課題、これ Kubernetes だけではないですけど、やはり Yugabyte をデータベースに期待されるお客さんって、もちろん分散データベースというところもありますけど、やっぱりマルチクラウドとかマルチリージョン、マルチデータセンターみたいなところを期待されている方々非常にいらっしゃいます。でもちろんベアメタルとか仮想マシンでは十分実現できているんですけど、Kubernetes の世界でもやっぱり同じようにやりたいとなると、一つ越えなくちゃいけない壁があって、これはいわゆるその Kubernetes の世界での Kubernetes クラスター間をどうやってこうまたいで、通信をするかと。これはいろいろなやり方があって、サービスメッシュでやるかとか、ここにあるようにその MCS と呼ばれているクラウドのプロバイダーが提供しているようなそのマルチクラウドのインターフェースを使ってやるっていうケースもいろいろありますが、これ結構お客さんによって選び放題っていうか、全部こうお客さんが決めましょうというような世界になっているので、我々としては一つのこうリファレンスというか、プラクシスとしてサポートできる商品を使っていきます。もちろんこれに限った話ではないと思うんですけれど、一つ実現性のあるソリューションというものを提供しているという意味で、マルチクラスター、Kubernetes の世界のマルチクラスターを使って、Yugabyte もマルチクラスターでの連携をできるようにしている。でかつ、その我々の製品の YBA と呼ばれている Yugabyte Anywhere であると非常に便利だよというようなメッセージになってきております。
進みします。あと、もう一つ、ヨガバイトに興味を持っていただいているお客さんには、このクロスクラスターという機能もございます。で、これは基本的には2つ、クラスターセットが別々にあって、そのクラスターセット間の間でデータをレプリケーションすると。で、この場合は完全に別々のクラスターになるので、基本的にこのデータの連携は非同期になるわけなんですけど、このクロスクラスターという仕組みを、クバテスの環境でも構成できるようになりましたと。これまではベータという形でリリースされてたんですけど、改めて GA という形でリリースがされましたというところになります。お願いします。ちょっと地味というか、使っている人にはちょっと響くところかなと思うんですけど、まあ、ネームスペースですね。これまでこのコントロールプレーンと書いてある、ヨガバイトエニウェアと呼ばれている製品、を使っていただいたときに、まあ、ネームスペースを別々でこう区切っていかなくちゃいけない必要があったりしました。それが一つのネームスペースでできるようになりましたよっていうのが、ここの拡張オプションの話になります。これは Kubernetes 環境でいろいろ触られている方々は、ネームスペースちょっと一個一個区切っていっちゃうと、ネームスペース自体の管理と、ヨガバイトがどこで動いているのかっていうか分かりづらくなって、まあ、我々からするとコントロールプレーンは比較的システム側のネームスペースで入れてほしいようなものになるんですけど、お客さんからするとヨガバイトも一つのアプリケーションもしくはサービスになってたりするので、まあ、このネームスペースをうまく活用できるというところもまたポイントになっていて、これもしつこいですけど、製品でこの後簡単にできるようになるので、まあ、クバテスの環境を使ってみてください。では皆さんにもぜひお試しいただきたい内容になっています。あともう一つですね、ヨガバイトの方でですね、バックアップもよく質問に上がってくるところです。で、これまでは、まずさっきもいくつか説明あったと思うんですけど、T サーバーと呼ばれているサーバーインスタンスの中で、まあ、バックアップを、プロセスを一つ動かしてたんですけれど、この新しいバージョンからですね、コントローラーかな、ヨガバイトコントローラーという形で、バックアップの作業自体を別で、のインスタンスで、まかなうようなものを、が用意されました。クバネテスは多分ポットとして立ち上がっているのかなと思うんですけど、これを使っていただくことによって、まあ、バックアップの速度は、もしくは実質はもう非常にこう効果的に、まあ、ここに書いてあるように5倍近くって書いてありますが、まあ、非常に効率的に回せるようなことができるようになりましたので、ここもポイントになってきている。特に運用的な意味では非常にポイントになっているようなところですね。はい、ちょっといろいろなクバネテスに対応してますよというところで、ちょっとミランティスさんの環境にも対応してます。ちょっとあまり深い意味はないと思うので、まあ、ふーんって感じで聞いていただければと思います。はい、それ以外もですね、Amazon さんの EKS とか GKE とか、あと先ほども斉藤さんありましたが、Azure の AKS とかにも対応しておりますので、まあ、クバネテスは、まあ、なんですかね、ディストリビューションのクバネテスがやっても、比較的信用性が高いので、このあたりもですね、皆さんちょっと、ミートアップの場とかでも、いろいろ報告いただければと思います。最後のところですね、我々のヨガバイトベイビーエニウェアという製品のご紹介です。ちょっとまあ使ったことない人もいらっしゃるかもしれないんですけれど、やはりデータベースはやっぱり入れて、それで終わりっていう話ではありませんし、ヨガバイトについては、やはりクラウド環境にいかにこう簡単にセットアップするか、あるいはクラウド環境といっても、場合によってはマルチクラウドでやられる方々もいらっしゃったり、またプライベートクラウド、オンプレミスでやる方々もいらっしゃるので、まあ、そういった意味でもデータベースのライフサイクルをうまく管理するというところ、観点でも、我々はこのヨガバイトエニウェアというものをお客さんに推奨しているものになります。それでこういったところの機能がカバーされるというものになるというふうにちょっと見ていただければと思います。いくつかですね、機能としては、ヨガバイトマネージドと呼ばれて、我々のマネージドサービスの方ではすでに導入がされているんですけど、そのパフォーマンスアナライザーと呼ばれている、皆さんのワークロードを分析して、ここに書いてありますように、ちょっと分析とか推奨構成とかを提供するような、このアドバイザーの機能が、エニウェアの方にも入ってきました。ですので、皆さんの、もしオンプレミスの環境に置いたとしてもですね、我々のこのアドバイザーを使ってもらうと、既存で流しているクエリの、ボトルネックであるとか、
あるいはリソースの、利用状況などをちょっと分析して、そのちょっと推奨構成だとかアドバイスを出してくれるようなものになるので、ぜひちょっとこれいろいろ使ってみていただければと思います。で、あとはですね、ちょっとその実際にあの皆さんの使われている環境に対して、まあ、ヨガバイトをセットアップしていただくというときに、もちろんあのマニュアルでやっていただくことも一つのやり方だと思うんですけど、やはりこなれてくると自動化だったりとか、このあたりをこうパイプラインの中で回すっていうケースも出てきて、ツールいろいろありますけれど、まあ基本的に今テラフォーム使われているお客さん皆さん多いのかなと思います。で、そこであのこのテラフォームを使って、あのヨガバイトクラスターっていうよりかもこのエニウェアって呼ばれているコントローラーの部分をまあデプロイして、コントロールプレーンをデプロイして、で、かつそのクラスターもデプロイできるような流れっていうのが、まあ、一つずつお客さんの中でも浸透してきておりますので、このあたりをこう一貫したデプロイができるような、テラフォームプロバイダーというのが提供されております。あとは、あの、製品の方では、まあ、ポイントインタイムリカバリーっていうのが、以前のバージョンからサポートされてるんですけど、まあ、これがあの、Anywhere っていうところから、あの、コマンドラインじゃなくて、グラフィカルにオペレーションできるようになったっていうところで、この点も利点になりますよっていうメッセージですね。であとは先ほどのバックアップの観点で、これまでは基本的にフルバックアップがほとんどだったんですけど、インクリメンタルバックアップができるようになったので、この観点でも運用性がより上がるようになってますっていうところですね。で、とうとうですね、いろいろあの、商用製品になりますが、Anywhereというところの機能がございますので、ちょっと今日はミートアップなので、あまりこのあたり宣伝しすぎると、あの、良くないかなと思うんですけど、ちょっとあの、我々の 2.18 というバージョンの中でも、このあたりのエンハンスも入ってくるので、あの、ご参考までに見ていただければなと思います。はい。簡単ですけど、以上になります。あとちょっとプレビュー版の CGC の話あるんですけど、これをやるとまたちょっと長くなりそうなので、また資料は公開いたしますので、必要に応じてまた、まあ、ブログもしくはちょっと、こういったイベントでご説明ができればなと思います。はい。以上になります。何かご質問とか。早く終えろっつってるんで、何言う。じゃあちょっとここで読んでも、ちょっともし質問があれば、この後、来ていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。